バカ族の集落バカピグミーは、カメルーン南東部の熱帯雨林、コンゴ北部、ガボン北部、中央アフリカ共和国南東部に住むピグミーの民族グループである。トアピグミーの海グループであると、しばしば誤解されるが、両者の間に密接な関係はない。同様に、カメルーンの2から9の認められたピグミーの集団に誤用される。平均身長は1.5メートル。 今後民主共和国とスーダンのバカ族とは関係はない。バカ族の正確な人口は決定しがたく、3万人から4万人と推定されている。他のほとんどのアフリカ中部のピグミー系小族で、独自の言語の残存が確認されておらず、バントゥー語系の周囲の農耕民の言語のみが用いられているのと異なり、バカ族はバカ語と呼ばれる独自の言語を保持し、それは、 ニジェールコンの五族アダマはウバンギ語群に属する。また、多くの馬家族は隣接する、バントゥー系の言語、コウジメも、大二言語として用いる。少数はフランス語を話す。馬家族は狩猟最終民であり、狩猟や漁狼を制御として、森で誘導的な生活を送っている。男たちは、周辺の森で、毒屋や毒槍を用いた狩りをし、獲物を罠で捕らえる。一方、 女たちは果物や好みを集めるか、子供の世話をしていれば、養蜂を行う。グループは狩りが成功するまで一つの場所に泊まり、その後そのキャンプを捨てて、森の別の場所へ移る。しかし、1960年代以降のカメルーン政府による定住化政策によって、次第に集落をベースとした濃厚生活になりつつある。定住化によって、 万通族の方式の箱型住居を持つ人も増えたが、伝統的な折り曲げた枝に大きな葉を被せたモングルと呼ばれるドーム型のテントで生活を続ける人も多い。平均的なモングルは直径2.5メートル、高さ1.3メートルほどの円形で木で骨格を組み、クズーコンカノンゴンゴやボボコの葉で屋根を吹く。家作りは女性の仕事であり、延べ4時間程度で完成する。 床にはマットが敷かれ、中で煮滝も行われる。小柄なバカの人々でも中で動き回ることができない小さな住居だが、その理由は日中の暑さに比べて朝夕は摂氏15度まで気温が下がる気候にある。近年、カメルーンのバカ族は特に道路に面した集落で貨幣経済が浸透しつつあり、学者の間で貨幣が原子共産性をどう変えるのか、 という研究対象になっている。馬家族はアニミズムを行い、祖霊にして守護者とされる前儀という森の精霊を信仰している。彼が成功した後に、ルマという太鼓と合唱を伴った感謝の踊りが行われる。他の伝統行事には男子の成人の儀式、前儀がある。馬家族には独自の伝統医学があり、部族以外のものでもピグミーの治療者を探すほどである。 馬カ族は隣接して住む万通族と共生関係にあり、交易を行うためによく道沿いにキャンプを構え、物々交換を行う。また、観光を意識して多くの馬カ族以外の人間がピグミーの村を訪れたり、泊まったりする手はずを整え、自然保護林を訪れる人へ馬家族のガイドを雇う。馬カ族と万通族の部族間結婚の率は上昇している。 和家族の放浪生活を行う生活様式は植民地主義のさなかドイツ・フランスの植民地政府が道沿いの村に住まわせたにもかかわらず何千年もの間変わらなかったカメルーの政府は報奨金とすべての子供への学校教育の義務を通してこの方針を保持しようとしたしかし和家族の大部分は従っていない日本のロックバンドであるアフリランポは2004年春に カメルーンの森に赴き1ヶ月間は家族と共に過ごすことで制作したアルバムバカが来たを2006年に発表している。ABCD ハットリ2005ピアニッシも262から 263NHK スペシャルヒューマンなぜ人間になれたのか。 第4週そしてお金が生まれた http コロンスラッシュスラッシュ www.cdjouurnal.com スラッシュメインスラッシュニューススラッシュ afr.irampo スラッシュ11927アフリランポアフリカでピグミーの馬家族と共演したミラクルな作品を発表 セディジャーネルニュースハット https コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラ、e、ッシュイベントスラッシュ1 8 1 0 3 1 6 5 4 2 5 7七3 0 4 1スラッシュピカッピグミーバーカツオクの森滞在映像トークありがとうございます